はい、今回はシクラメンの育て方、日々の管理をお話ししていきたいと思います。シクラメンの管理、置き場所ですね。置き場所はですね、まあ、あの陶器に花が咲く植物ですから、室内に置くことになると思うんですが、できるだけ日の当たるところに置いてください。はい、そして、もう一つ、できれば涼しい方がいいです。だいたい10度ぐらいの場所に置いていただくと花が長く見ることができます。はい、日が当たらないと葉っぱや花の茎がね、色々と伸びてしまうことになりますし、暖かいところ、暖房がガンガン効いているようなところだと、それもですね、花が早く咲きすぎてしまって花が早く終わってしまうことになりますので、できれば10度ぐらいのところで日が当たるところに置いてください。はい、そして水やりなんですが、上からかけないでください。花にかからないように、株元に基本的には水をたっぷりと与えてください。はい、で、よくご質問が多いんですけれども、下から水を吸わせるのと上から水をかけるのどっちがいいのっていうふうにご相談いただくんですが、その場合はですね、鉢を見てください。鉢を見て、これ鉢に皿がついてますね。で、ここ水の入り口なんですけども、こういう鉢の場合はここに水を溜めてください。上からはかけないでください。はい、ここに水を溜めてください。で、なくなったら足す、そういった感じで育ててください。で、こういう普通の鉢の場合、はい、この場合は株元に水をかけてください。ここからたっぷりかけて、下からは吸わせないでください。こういう普通の鉢の場合は、はい、鉢によって水かけの仕方が違うので、ここは注意してください。はい、そして肥料なんですが、肥料はですね、すごく食います。はい、シクラメンの農家さん、私見学行ったことがあるんですが、蛇口をひねったらホースの先から液体肥料が出る、そういった環境で、育てられています。なので肥料は食いますから、水も飲みます。なので肥料食いますから、液体肥料もしくは固形の肥料欠かさず与えてください。はい、そして花が終わったらどうすればいいの。はい、これ花きれいに咲いてますが、ここの中心の部分の花見えるかな、ちょっと他の色と違って黒く傷んでいます。はい、こうなってくるとだいたい花が終わりなので、この花を取ることになるんですが、この花の茎の部分を、ちょっと下の部分を掴んで、ちょっとひねってですね、上方向に引っ張ります。はい、ここに取れます。はい、これですね、この花摘みですね、これ結構重要です。このまま花が終わったまま放置していると、この花びらがね、取れて、で、まあ、ここに種ができていくんですが、ここに養分が取られてしまうっていうことと、落ちた花びらがぐちゃぐちゃと腐っていって、で、葉っぱが傷んだりとか、やもすれば球根が傷むことになります。なので色がこういうふうに変わってきたらですね、早いうちに花を取ってください。はい、管理はそれだけです。はい、結構水やりも頻繁になるとは思いますが、そんなに手間のかかる植物ではありません。はい、なので頭からおさらいすると、日の当たるところに置いて、やや涼しいところ、そして肥料は欠かさず与えて、花摘みをですね、まめにする、これだけ守っていただければ、非常に長い期間ですね、花が楽しめる植物ですから、ぜひですね、長い間見てお部屋の彩りにしてください。ということで、今回はシクラメンの日々の管理、育て方についてお話ししました。